西条市の魅力を発信する西条の西条めぐり。今回は新しい暮らし方西条で見つけようというテーマで、西条に UIJ ターンの移住をし、新しい人生をそれぞれのスタイルで始められた方のリアルな暮らしと気持ちに迫ってみます。こんにちは、西条市広報の日野です。今日は移住がテーマということで、西条に来られた移住者の方に話を伺うことになってるんですけども、ここ西条の安持には自然農法を実践されている方がいらっしゃると聞いてまいりました。どこにいらっしゃるんですかね。あちらですね。こんにちは。あこんにちは。この方がマンガラ農園の野光さん。2004年大阪から移住されました。今日はお家と畑見せていただくということで、はい、今から大丈夫ですか。あ大丈夫です、はい、こちらがお家ですか。あそうなんです、ここは家で、はい、もう11年前に越してきたんですけど20年住んでない家だったので。20年も空き家だったんですか。本当にもうボロボロの状態 で、うん、でそれを、まあ、ぼちぼちと補修していく感じで、うん、やってきたんですけどね。うわーなこれ菜の花畑。うわずっとそうなんです。うおすごい、うん、大根とカブと、うん、高菜とまたカブとっていうふうにやってるんだけど、農薬も化学肥料も使わない で、うん、できるだけあと耕さない、うん、人為的に耕さないで、畑の持つそのもののこう耕される力を利用して、うん、育ってもらうっていうそういうやり方の農法をしていて、はあはあはあ、野島貴子さんは西条市内で理想とするライフスタイルを実現するために里山に移住された方。野光さんとともに西条市移住サポーターとして活躍されています。はい、では今からはこちら川根の自治会長さん黒瀬さんとともに座談会形式でお話を進めていきたいと思います。こちらに来たきっかけとか決め手っていう部分はどういった部分になりますか。11年前に川根の隣の隣の集落の安持っていうところに引っ越してきたんですけど、うん、私の場合は農業やりたかったのでやっぱり、田んぼと畑がやっぱり借りれるというのが一つの条件 でその田んぼと畑でもやっぱり家から歩いて行ける距離に田んぼと畑があって、で、まあ、農業となるとやっぱり冬でも作業したいので、うん、まあ、冬でも作業ができるところ、うん、愛媛にたどり着くまではずっと私の実家が今熊本で、うんうん、妻の実家が大阪なのでそこの間でどっかないかなっていうことで、うんうんうん、ずっとこう軽のワゴンで熟睡しながら農家を訪ねていって、うんうん、で山口と愛媛と岡山で最後そこに3カ所に絞られたんですけど、うん、やっぱり総合得点でこの愛媛の方が一番高かったので、うんうん、私はですね4年かかりました。田舎暮らしがしたかったので未練が残ってたんです。私は大体もうパッとこう直感で決めるというか、まあどうとでもなるっていう感じなんだけど、夫は慎重派で、でここを見た時にもうすぐここにしようって夫が決めて、で私ももちろん、うん、ここがいいっていうのでもう見た途端にここに決めて9年前ですね。9年になります。まあもともとその環境活動をしてたのでそんなこんなでこっちに変わってきて、まあ、休耕地なんかも増えてて、まあ、自分にできることって言ってなんちゃって農業って言ってるんですけど、まあ自分の場合、まあ、幸いにして本当にご近所さんには恵まれてて、で最初はやっぱりその地主さん家の畑の地主さんと一緒に自治会長さんのところにやっぱり挨拶に行って、で自治会長さんはね元高校の先生をやってた人で、で、まあ、ちょっと農業やりたくてね、うん、安持に来ましたって言ったら大歓迎、素晴らしい言われて、でも困ったことだったら何でもね言ったらいいよって言われて、ある時はその夫婦で、ああちょっともうお米がなくなってきたどうしようとか言ってたら、ガラガラっと言って金城ちゃんがお米いるかって持ってきてくれて、すごいタイミング、どっかで聞いてたんじゃないかみたいな。全然縁もゆかりもない、まあ小さな集落ってあれですけど小さな集落だったので、でもまあ楽天的なのはあんま考えないんですけどでこの土地を譲ってくれたあの方がすごくこう何でも聞きやすい人だったので、村の行事こんなのあるけど出とった方がいいんやろかとかそういうことを全部聞けたんですよ。なのですごく助かりました。村のお花見が3月の末ぐらいにあるんですよね、集会所で。その時にまあ自分はこういうことをしたいと、でこんなのしたいですって言ったら、まあ会う人会う人なんで変わってきたなんで変わってきたんで気にはなってられたんですね。
皆さんの息子さんとか町に出てしまうんだけど、うん、わざわざここに変わってきたのは何でかってすごい尋ねられて、うん、でもまあ、うん、夫婦ともどもこの土地が気に入って、うん、もうすごい一目惚れみたいな感じで大好きと思って変わってきたので、うん、まあ、そのことを伝えていると、あの皆さんやっぱり嫌な顔をする人がいなくて、うん、まあ私がその時に思ったのは、地元を大好きと言ってやっぱり悪い気がする人はいないんだなって、うん、まあここへ来てどういうふうなあの生活をするんだろうかいうちょっとこう外から見たか興味はねそういう興味心で見よったやつよね、うん、移住希望な方にお家を紹介されたりとか、うん、あの受け入れの方に力を入れ始めておられるっていうふうに聞いたんですけど、うん、この集落そのものでも将来的に過疎化いうのはもうね、うん、あのどうしてもそういう方向に行ってしまいますからね、うん、一人でもやっぱり人口が増えてくれるというふうなことのやっぱり集落での期待ですよね、うんうん、そういうことにつながるんであれば、まあできるだけ周りとしても支援せないかなというようなね気持ちが、うんうん、やっぱり移住してきて本当に良かったなって思ってるのが正直なところで、うん、まあ、物々交換というわけじゃないんですけどね、なんかこうお金の関わらないところでのいろんなこう心のこもったやり取りがあって、なんか本当のね豊かさがあるなっていうのをすごい感じてるので、ぜひぜひね移住に興味ある人はもう愛媛の西条に来てくださいいろんな価値観があると思うんですけど、もしそういう価値観で、田舎暮らしを考えられてる方だと、この丹原界隈とか、はい、西条市でもこう周辺地域ですごくこうまだそういうことが残っているので、まあ、ぜひぜひあの、ね、変わっていっていただけたら、お手伝いできることはね、何でもしようかなと、はい、思っております。野島さんはエコな暮らしを実践され、青空マーケットや里と山の文化祭など市民活動も行っています。里山の地域の暮らしの魅力が伝わりましたね。自分たちで作る暮らしぶりがとっても印象的でした。せっかくなのでいろんな先輩移住者に話を聞いてみましょう。大変なところもありますけど、でも昔ながらこう受け継がれてきているいろいろな行事とかを一緒にこう経験させてもらったりとかできることはすごい私にとってはいい経験だなと思ってます。感謝の気持ちを本当によくしてもらってるんで、返しきれないぐらい本当周りの人によくしてもらってて、この川根の集落の人に来たいと思ってるんだったら来ちゃえばなんとかなります。プール当番で親は答えて出るんですけど、子どもたちがこう泳いでる向こうはもう雄大な山が広がっていて、すごいところだなっていつも思いますね。すごくこう連帯感が上がってきたなと思いました。田崎小学校はどこからでも通える小学校なので、ぜひ来てください。地元で生まれ育った友達から子供と一緒に遊べるとここんなとこあるよとかいろいろ情報をもらえたのが非常に助かって、一緒に遊ぶのも楽しかったです。まあ、都会生活と田舎暮らしをミックスしたような生活っていうのができてるのが結構思ったより住みやすいところかなと。10年ぶりぐらいに帰ってきたけん、なんか、まあ、友達もおるけど初めての、まあ、こう環境で子育てが初めてっていうのがあってちょっと不安だったんやけど、支援センターで親子教室とか開いてくれたり、それで結構輪が広がって行きやすくなったりとか。地元大阪で10年ほどサラリーマンをして、こちらに蕎麦屋がしたくてやってまいりました。子育て環境としても抜群ですね。都会にはないものがここにはいっぱいあるんで、移住希望されている方は西条市へ、せーの、いらっしゃい。およよお店始めて8ヶ月なの。そうだね、西条は果物と野菜が豊富だから僕たちのやりたいお店ができてるよね。お水が美味しいから魚も美味しい。そう、魚も美味しいよね。お水が美味しいから米も美味しいし、そう、米が美味しいから、うん、弁当も売れるよね。なんか余計なこと言わんでいいんですか、ね、あれは嬉しい、これは嬉しい、
西条市では昨年4月から地域創生室という部署を設置いたしまして、移住支援等の対策を行っております。まず空き家バンク事業としまして、市内で空き家をお持ちの方でですね、売ってもいいだとか貸してもいいっていうような方からお寄せいただいた情報をですね、市の方で管理いたしまして、で移住希望で来られる方にご紹介をさせていただいております。あと今年度にですね、東京の方で一度移住フェアに出展させていただきました。でこちらの方で、県外のいろんな 方に対して、西条市の PR 等をさせていただきました。私自身 U ターン経験者として移住希望で相談に来られる方々の相談内容というのはすごく分かるところがあります。もし西条市に興味をお持ちいただけましたら、何でもお気軽にお問い合わせください。西条市としては2016年3月現在でこのような暮らしのサポート制度があります。詳しくは担当課までぜひ一度お問い合わせください。